それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはレッドラディエムス。新緑か。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくレッドラディエムス行きました。続いて前へ行くのは新緑か。ジュンナオミヨシ後ろからになりそうです。前に戻りましょう。キングズパレス先手を取りました。これに続くのが新緑か。その隣にレッドラディエムス、その後ろにセレシオ、これに続いてアリスベビテ、外を通ってバラジ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。隣にはナーグルフ、その後ろにアスクワイルドモア、ライトバックすぐ後ろ、その横にゴールドプリンセス、すぐ後ろにエーデルブルーベ、その後ろにファイアゲル、最後方にジューンナオミヨシ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から。先頭は変わりません。2番キングズパレス、すぐ隣にセレシオ、大きく離れましたバラジ。先頭は依然としてキングズパレス、外を通ってセレシオ、間を挟んでレッドラディエルス、3番手後続も追い上げていきます。キングズパレス先頭、離れてレッドラディエルス、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はセレシオン、200を切った。ライトバック一気にねじ伏せる。ライトバックかわした。後方から一気にレッドラディエンス、ライトバック強い強い。ライトバック圧勝ゴールイン。レッドラディエンス2着です。ライトバック見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。花を切ったのはアリスベリテ、続いてレッドラディエムス、この馬も前へ、さらにはキングズパレス、4番バラジ、その後ろアリスベリテ、先手を取りました。その後ろにセレシオ、外には新緑かアスクワイルドモア、それに続いています。内を通ってナーグルフ、外を通ってゴールドプリンセス、すぐ隣にライトバック、エーデルブルーベ、そのうちに続いています。この位置にファイアゲル、隣にはジューンナオミヨシ。各馬鮮やかなターフを進んでいきます。では前の方から見てみましょう。9番アリスベリテ依然として先頭、並んで10番キングズパレス、これに続いてバラジ、ナーグルフ、すぐ後ろ、その外からレッドラディエムス、セレシオ、この馬もこのグループ。内からアスクワイルドモア、その外に新緑か、内からはファイアゲル。この辺りで先頭が変わりました。キングズパレス、アリスベリテ、ほとんど差がありません。バラジ3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。アリスベリテこのまま行けるでしょうか。ナーグルフ続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはレッドラディエンス、あと 200m、 ライトバック追い上げてきた。アスクワイルドモア頑張れるか。ライトバック差し切った。ライトバック、ライトバック勝ちました。2着にレッドラディエンス、勝ったのはライトバック。このレースを制したのはライトバック。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。どの馬が先頭に立つでしょうか。予想通りキングズパレス先頭です。これを追ってアリスベリテ、さらにはバラジ、11番セレシオ、その後ろ先手を取ったのはキングズパレス、内からはレッドラディエンス、その後ろにナーグルフ、その後ろからはライトバック、アスクワイルドモア。この馬もこのグループ。この集団にゴールドプリンセス、その外から新緑か。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。並んで9番エーデルブルーメ、この位置にファイアゲル、すぐ隣にジューンナオミヨシ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。さて先頭を見てみましょう。12番キングズパレス依然として先頭に立っています。リードは1馬身から2馬身、これに続くのがセレシオ、レッドラディエンス、それに続いています。その隣にアリスベリテ、外にはバラジ。さあ先頭はまだ12番キングズパレス、キングズパレスさらにリードを広げます。2番手はセレシオ、アリスベリテ3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はキングズパレス、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭はセレシオン、1馬身から2馬身引き離す。残り 200m、 2番手はライトバック、この手応えはどうか。レッドラディエンス、叩き合いになるか。レッドラディエンス1着、続いてセレシオン、
3番手にはライトバック、勝ったのはレッドラディエンス。このレースを制したのはレッドラディエンス。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。新緑化、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく新緑化行きました。続いて前へ行くのはキングズパレス、さらにはアラジ、5番レッドラディエンス、その後ろ先手を取ったのはキングズパレス、これに続くのがセレシオ、ラーグルフ、すぐ後ろ、その後ろにアリスベリテ、すぐ後ろにライトバック、その外からアスクワイルドモア、その隣にゴールドプリンセス。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その外にエーデルブルーベ、内からはファイアエル、最後方にジュンナオミヨシ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。さて先頭に戻りましょう。先頭は変わりません。10番キングズパレス、2馬身から3馬身のリード、少し離れてバラジ続いています。その後ろからはライトバック、外には新緑化、すぐ隣にラーグルフ、前はキングズパレス、バラジ、これはいい手応えだ。ライトバック3番手、後続集団も追い上げにかかります。キングズパレス先頭、バラジ続いています。間が空いてライトバック、さあいよいよ直線の攻防。キングズパレス先頭です。内からぐんぐんとライトバック、残り 200m、 ライトバック、ここで先頭に躍り出た。差が開いていきます。ライトバック一着、続いてエーデルブルーメ、勝ったのはライトバック。このレースを制したのはライトバック。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはレッドラディエンス、アスクワイルドモア、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくレッドラディエンス行きました。続いて前へ行くのはアスクワイルドモア、後方に控えたのがジュンナオミヨシ。さて先頭を見てみましょう。先手を取ったのはレッドラディエンス、その外からキングズパレス、この集団にアスクワイルドモア、少し離れてアリスベリテ続いています。外を通ってバラジ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。ラーグルフ、この馬もこのグループ青の帽子、ライトバック、その後ろ、その外にゴールドプリンセス、並んで6番セレシオ、内から新緑化、隣にはジューンナオミヨシ、外にはエーデルブルーメ、しんがりからファイアゲル。各馬鮮やかなターフを進んでいきます。前の方からもう一度。先頭は変わりません。7番レッドラディエンス、さあ先頭はまだ7番レッドラディエンス。キングズパレス追い上げてきた。間を挟んでアスクワイルドモア、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はレッドラディエンス、さあ直線に入りました。これからの勝負。一番前にはレッドラディエンス、残り 200m を通過して、先頭は変わってキングズパレス、ライトバック伸びてきた、ライトバック抜き去った、ライトバック一着キングズパレス、2着です。3着はラーグルフ、勝ったのはライトバック。このレースを制したのはライトバック。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か。予想通り先頭に立ったのはキングズパレス、2番手はアリスベリテ、さらにはバラジ、4番レッドラディエンス、その後ろキングズパレス先手を取りました。これに続くのがセレシオ、その外にラーグルフ、すぐ後ろにアスクワイルドモア、その後ろにライトバック、その隣にゴールドプリンセス、その後ろに新緑化、内からはジューンナオミヨシ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。ファイアゲル、それに続きます。しんがりからエーデルブルーメ、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭は変わらず9番キングズパレス、リードは1馬身から2馬身、その後ろからはバラジ、アリスベリテ、すぐ後ろその横にセレシオ、その後ろにレッドラディエンス、ゴールドプリンセス、この馬もこのグループ、前はキングズパレス、2番手はバラジ、アリスベリテ、3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はキングズパレス、間が空いてバラジ、内からはアリスベリテ、ゴールドプリンセス続いています。さあいよいよ直線の攻防。キングズパレス
先頭です。外から勢いよくレッドラディエンス先頭、残り 200m を通過して差が開いていきます。レッドラディエンス先頭だ。レッドラディエンス1着、2着にはどうやらナイトバック、その後ろにセレシオン、勝ったのはレッドラディエンス、このレースを制したのはレッドラディエンス。